で40歳になったらこんなに下っ腹だけポッコリ出てくるんだろうっていうふうに悩んでいる女性多いかと思います。まずはその原因についてお伝えします。ズバリ姿勢です。専門用語ではスウェイバックと言います。顎が上がっていて背中が丸まっていて肩が内巻きになっています。骨盤が後傾している状態です。こういうような姿勢をしていると人間の体は自然に下っ腹が出てきます。このようなスウェイバックの状態でいくら腹筋のトレーニングをしてもなかなか下っ腹は引っ込まないというようなケースがよく見られます。今日はそれを改善するためのストレッチ法とトレーニングについてご紹介していきたいと思います。それではまずはストレッチから行っていきます。まずやるのはヨガでいうコブラの姿勢というのをやります。これでまずスウェイバックの姿勢を直していきます。まず四つん這いになります。で両手をですね少しだけ前に前に置いたら骨盤をグーッと落として、こうするとお腹が伸びてくれて骨盤も前傾してくれて下腹部がスッキリするような姿勢に戻っていきます。まずこれを30秒ほどキープします。途中でですねずっと止まってもいいんですけど、僕の場合は少しこうやってひねりを加えながらストレッチしていくというのが私なりの方法です。それでは次にストレッチとトレーニングが混ざっている方法をご紹介します。ブルガリアンスクワットという方法です。このトレーニングはベンチ台か椅子があればベストです。高さはですね自分のちょうど膝のお皿と同じぐらいの高さのものがあるとベストです。を準備していってください。でまずですね、片足を前に置きます。もう片方の足をこの椅子の上に置きます。ベンチ台の上に置きます。で両手を腰に合わせて姿勢を良くします。このままゆっくりと体を倒していきます。そうするとこの後ろ足のこの下っ腹からももの前側が伸ばされますね。で3秒間キープします。1、2、3。こういうようなトレーニングをしていくとスウェイバックの姿勢がどんどん治ってきて下っ腹がすっきりしていきます。これを10回行っていきたいと思います。いきます。2、3、3、3、4、3、5、3。今ねすごいこう伸びてますね、下腹部が。下腹部がめちゃくちゃ伸ばされてます。それと一緒に両手を腰に置いているので不安定な状態なのでお腹のインナーマッスルというのが働いてさらにお腹がへこみやすくなります。これもうちょっと反対側も行っていきますね。いきます。1、2、3、4、3、5、3、6、7、8、9、10、あーめっちゃ効いた。こうやって下腹部を伸ばしながら鍛えてあげることでスウェイバックの姿勢を改善することができます。それでは先ほどのストレッチとトレーニングで体全体が整っているのでこの状態で下腹部の筋肉を鍛えていきたいと思います。今日やるのはですねレッグレーズという種目をご紹介します。まずお尻の下に両手を置きます。これは腹筋をしているときに腰痛にならないための工夫です。で足上げのレッグレーズを今日は15回行いたいと思います。なるべく膝を伸ばしていきます。ゆっくり下ろして上げます。ゆっくり下ろして上げます。これを15回3、4、5、6、7、8、9、10。
ロック。きつい人はね、膝を軽く曲げてもいいです。できる人は軽く膝を伸ばしたまま、9、10、1、2、3、4、2セット目いきます。2セット目はちょっとレベルを1つ上げます。同じようにお尻の下に手を入れておいたら、今度ね、上半身のことを起こします。同じ動きをしていきます。こうすると腹筋がすでに緊張している状態なので、よりきつくなっていきます。それではいきます。15回。これはちょっとしたコツなんですけど、女性のトレーニングで下腹部をスッキリしたいときは、下ろすときに腹筋が伸びるじゃないですか。でこれをめちゃくちゃ重要視してあげた方が下っ腹は早く落ちやすいです。なので上げることを縮めることよりも、ゆっくり下ろしながら伸ばす、これを意識するとよりいいと思います。プロからのアドバイスです。はい、お疲れ様でした。木を見ず森を見よという言葉があります。下腹部が出てきたと思ってむやみやたりに腹筋運動をする方がいらっしゃるかと思いますが、女性の体作りは気になるところを一箇所だけ鍛えてもうまくいきません。全体のシルエットが整うようなストレッチとかトレーニングを入れながらやっていくと、効果的に早く結果も出やすいです。ぜひ下っ腹に悩んでいる人は、今日一緒にやった3つのストレッチとトレーニングを取り入れてみてください。本日もありがとうございました。